台車、そんなことないよ。台車さんが通る。はい。Yes。名前しか知らない俺も。アンビガーが極みさん、ツビガーがディッサン。これ参加賞。これ参加した人が適当に食っていい感じでしょうか。カフェオレサブレ。カフェオレサブレ。どんな感じですか。カフェオレ。あ、試合始まっちゃった。ないわ。ビガーが。キャミさんビガーがディッサン。さあ栄養分しっかり。ジャンディカブセのために巻いていたのにジャンディカブセとなってセーダージャンディが見えるのにさあトレッキンダブスを踊るが良いとさあダッシュ投げます。ってジャンディカブセからタッチ A でしっかり空中の相手を狩るエアスマッシュさあマイジャンプジャンディだったが実際は決心で切り返す当たってはいデン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 さあ少し遅くて繋がらなかったが体力リードはしっかりとしてる。立ち絵で勝って、バッテンまで締める。美味しい。アローはしっかり投げてからの、あガードしてからの投げて、遠心ジャンシーリー、立ち絵ジャンシーリー。リッサンが1ラウンド取っていき、ラインアンド、変わっていくのはリッサン。極みさん、今度はビースラ。ハンダキットからの、ビースラガードさせてシャッシーで降りてきてイミニシー EX 用グソでとりあえず相手を逃がすさあ A 用グソからジャンシー繋いでうまかったさあしっかり相手のジャンディをかぶさせないように A 用グソを巻いているイミからのさたちへの好きジャンシー勝って18ダロスで少し引き戻してビラシ投げだったがさあジャンディゲジャンディ立って次をしっかり前線でミーと一緒に行きたいと3段 2C リースラ2段あれ1目あれ1目だがジャンディが当たらずに立ってもらってしまってあこれは状況的にはディッツさんがまだ美味しいか NC に2D こかしてからのテーラが刺さって出なかったけど勝ったなディッツさんリッサンが勝ち上がりですねというわけで、はい準決勝田村さんとゾセクサいい勝って 1P 側をゲットしていく田村さん田村さんの強さは依然健在ですね。投手っぽいよね。ワンピー側が田村さんのハガリ、ツーピー側がストライプさんのサグラス。なんすか。まあ、お覚悟よろしいか始まっていく手マークはチッと隅でバックからのシュートジャンディカブツが 1A で勝ってエアスマッシュまで締めるまずは助手席さんがリード取ってジャンディ空中ヒットから立ち A ジャンビシーリまでつなげてエアスマッシュまでもう1回これでもうすでに5割以上引き飛んでいる今度は田村さんが空中コンボから締めてさあアロー出していったところに立ち絵でガンダキットを取ってしっかりさあもう一回空投げで締めて小足一回刺してからのテーダジャンシーリーさあ C 無限で締めて相手の受け身を空投げで直接投げようとしたがうまい具合に逃げて2ミから
かりやりたいだけコンボ始まって、マンジペンコンボを上回って、ラッセーラッセーね、怖いねさあ、田村さんの代わりさあ、0回戦1回戦目で4皇帝倒して2回戦目で3段を倒した初段のかがりがまず1ラウンド取るとやばいよな。まあでも言うて画廊の方ではしっかり皇帝なんですけどね。そうつまり皇帝なんだ、はい、つまり皇帝なんだ。さあやってない野郎だったが、さあ立ち絵で拾えていたか、拾えないと思っていたのか、その後コンボが繋がらなかった。タクティカルガードからスキックセアスまで締めて、置き攻めは戻りジャンプに EX スライサーから C、C、C、D。 この世はビークなトリジャーアイランドだぜ。ステップかがり、珍しいステップかがりで立ち回って強い。最終ラウンド、サステップのおかげか、田村さんの逃げ位置溜まっていて、ただが女性さん1ラウンド目落としたとは落としたが、最終ラウンドの開始時に逃げ位置を持っている美味しい状況。あ、 2D やってないと J ラクライが縦になる。さあ、テイダはバックジャンプで今日ヒット、これは関西アローストーム祭り。アローストーム、アローストーム、もう一丁アローストームからジャンディ立ち A、B、C、B、D。 なぜ C を出さないというか、あれですね、まあ多分低すぎて C が当たんないと判断して、ジャンビディレイ、ジャンディディレイアスマにしようとしたんでしょうが、ディレイが足らなくて当たらない。だが大幅リードを取った。皆さん側にもエキシードを吐かせて、すごい美味しい状況になっている。ジャンディからアロー、中断中断、見えません。もう一度やる、本当に見えない。なんかその後のコンボは繋がらないというか、あの位置でアロー当てると繋がらない。ちょっと目で当てないから。さあ、これはタッチからワードを押しちゃダメなんです。2段で止めて上手脚で締める。さあ、裏回りからデータが出ないが、ここで感じて、マンジ先行派を出そうとしたところに、すでに暗転前にアローを出していたかったのはジョセフさん。あれは流星客だったら劇的だ。確かに。というわけで準決勝第2試合、ピーチカートさんとディスさん、ピーチカートさんとディスさんです。ピーチカートさんとディスさん、去年の誕生日の時もこいつに負けたんですけどどっち、どっち、あ、ディスさん今日誕生日やった。ディスさん誕生日おめでとう。誕生日補正でディスさんが 1P を取っていく。あれ、あれ遺伝子が消えた。昨日の2オンでコンビを組んでいた2人が今日は戦いますという感じ。これは判決はやる、やる、とりあえず3桁やる感じ。アンピがディッサン、ハッピーバースデーウーネーのディッサン、スピー側がピッチカーチ、酔っぱらいのカードが、あーまさか、どうするかするけど、どうするしかないときもある。側ビッサン色を変えてきた。 2P 側なんだっけ、酔っ払いガンマ津波。さあ、トリッキービジョンス汗まで出して裏回っていく。お互いカウンターヒットからのエイトマー、さあトゥールスチャー巻いてジャインジャインで降りていくが、 BD で溶かしてから鬼が出てしまって、カウンターヒットからの決心コンボスタート。当たってはい、全然全然全然いい、はい、になったら、しっかり絶望まで持ってって、さあ2A のところが立ち A で出てしまったが、
さあ発射はクレイラー戦勝を出していけたか。ディッサーはフォローが素晴らしい。見つかったところしっかりガードしている。ダブっていって立ち合いが届かず昇竜の出かかりを潰す。悲しいですね。もうちょっと敵があってもいいと思うんですが、さあここは決心固まらず決心、まあ、はい、次食らったらピヨってしまうのでといったところなんですが、めくりジャンディを通していく。一ランド目取っていくのは酔っ払いガンマ津波。2対空からバックまでつなげて、まずは3割立ち回り戦ジャッシーで進んでいくが、囲んだ酔っ払い頑張って津波がクレーラー戦車で割り込んでいくが、実は本当にしっかりガードしている。おりゃとさあダッシュ禁止ガードさんがガード、空中でクレーラーこの後コンボが繋がらないの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 リッサン、ハピバスでウヌ最終ラウンド。だが、酔っ払いガンマ津波側にゲージがあるのでリッサン、このラウンド少し厳しいかなといったところですが、アクエが届かない。だが削りで 0.5 割ほど取っていくところに EX カバーのところしっかりジャンプしてたし ABCD バクエン、まずは美味しくいただいて、さあもう一度コンボを決める。坂井ちゃん残り 3.5 割、ブリキャンシーしっかりガードからの前転で抜ける部分がない。さあこれ後がなくなってしまったと言えるでしょう。ここで決心を出してぶっ込んでぶっ込んでいく。トリッキービジョンで逃げる逃げる逃げる。さあよーす爆破をあれしてたが、さあ少し最後そっか、ハスターがないから決めれなかった。ここ固まらずエクシードからのメガビーム、もう一度メガビーム、嫉妬ができなかった。少しあれでしたね、遅かったっつうか足りなかった。ここでもう一度決心を出していく。オーバーヒート中なので相手にゲージがたまらない。決心は割とガードさせていると相手にゲージを与えてしまうのですが、といったところでここはしっかり決めきる。誕生日、さあ1年前は誕生日この人に倒されてしまったと言っていたが、今年は倒したというわけで勝ったんだ。さあ優勝より嬉しい三欠田村さんと酔っ払いが松並声枯れてるからね先で声がカラカラ。まあ多少は500円のワインをね飲んでうほーってなったから。もう散々なんか酔っ払い頑張ってたのに言ってるけど、一応ちゃんとピッチカードで出てるっていうことを一応言っておこう。そう、一応ピッチカードっていう名前でちゃんと出てるんだけど、なんかさっきもう本人から酔っ払い頑張ってたのって出ちゃったからね、ガンマ津波は結構来てる。さあ始まっていく。まずはお互い飛び道具で牽制からのぶっ込んでいかない酔っ払いガンマ津波、6へ3なんで結構ゲージ解消惜しく伝わる。投げはガード膠着中、ジャンビー2段目が強い。 DBNCA デストリー、さあ着実とダメージリードを取っているのは酔っ払いガンマ津波側だが、ここで一発さクレールアセンションで切り返していって、とても美味しい当たり方、ゲッツデッドリーで締めて置き攻めどうするの。さあ重なっていないところをビームで移ろいで逃げていくと
里村さんがワンコン入れたがオーリーデッドリースパーク EX。 まずは酔っ払いガンマ津波が1ラウンド目取っていく。大事なラウンド開幕 AC 飛びに刺さるデッドリーまで 2D の隙を D 無限で裏回って発砲にしっかり繋いでいく。さあここは三段しっかり出し切って空投げで締める。先で調べない遠視暴れ遠視遠視。さあ遠視の隙裏回られて、さあ何か刺さったらピヨってしまうといったところに何か刺さってしまって、手がジャンシーゴビゴビ。いや、はい、何時先行派。さあどこで来るか、どこで来るか 3B。 さあここはもう一回万事先行派、すごい減らない。さあここはどこまで行くか、殺しきった。さあどこかで補正切りが来るのかと思ったが、ここは最後までつなぎきって2ラウンド目取るのは田村さん。さあビーム弦打つを異様 2B で狩る。第3ラウンド開幕。さあ酔っ払いがあんま津波側3ゲージあるから気をつけていきたいと言ったところに、さあ裏回りの補正切りのところにしっかりタクティカルカードを取っている。さあクレールコンボ、さあ補正切りだったが見せる。タクティカルカードは透かしてセーラが入る。マンジ健康派ジャンプ、ジャンプっていうかテーラが出なかったかなって感じ。さあ体力リード、田村さん側。さあこれ何か刺さったら死んでしまっていったところに無限機能のところ、ジャンディが刺さってからガードブレイクコンボ。さあミスってしまったがもう一度刺していくガンマ津波側、今度はしっかり決め切って3位は酔っ払いガンマ津波かいちゃんです。おめでとうございます。というわけで決勝戦いきましょう。アンピー側女性騎さん、あれこれ実質俺、まあいいや、まあいいや、負け惜しみになる、やめようやめようやめようやめます。スルビー側が実質さん、誕生日なのでめでたく優勝したいと思うでしょうディスさん。だがさっき酔っ払いガンマ津波さんに勝った時にもう優勝より嬉しいっつってたから、もういいのかもしれないかもしれないけど、まあどうせだからやっぱり優勝した方がいいよね。いや対して無差別覇者でしょ。さあ2回目の無差別まあそうてか どちらかというとディスさんの方が無差別覇者だじゃあ覇者なんだけどっていう。さあ2回目の無差別覇者となれるのか、ワンピーがストライプさん、スピーガーがディスさん。さあ開幕ガンダッシュに2位は音がめなくて画面端に詰めていっているのはディスさん。さあ栄養グソフワフワがいやらしい。1シュート1段目からの設置バックハーなどしている。シュートが2段当たって少し痛い。さあジャンビー CD エアスマッシュが当たってリード取ったのはジョセフさん。さあ前ジャンプバックジャンプをバックフェーダーを駆使して攻めていきたかったが、イズさんが今度は分かりません。目の前でトゥールスターセッチをしてしまって危なかったが、さあスマッシュガードしてしまっていて決心からジャンニー、ジャンニーが見えない。中断中断だけですね、早い。さあこれはいろいろな補正あれですね、化身が消えると同時ほぼ同時ぐらいに自分の有利な状況で補正を切ろうとしたんでしょうが、 D 指輪しっかりさばかれていた。だがリードを取っているのは日産 DD で焦がしてピンザロスバックダッシュして、さあ EX ヨグソ出かかりはあれですね、2つとも球がほぼ同じ判定の部分にあるためにああいうことが起きます。小川登りジャンシーで飛んできた相手カル、1ラウンド目取るのはディッサン。第2ラウンド開幕 2A が強い。2D マッシュからのジャンビシリアスマッシュ。さあゲージが溜まったぞ、形 A で狩るところをしっかりタクティカルガードを置いていて、
が少しコンボ抜けてしまって一体半の右を食らってギレックスヤスマ。さあベイントクティーラは起き上がり1グレーム目にタクティカルガードが出ないために相手の攻撃が重なっている距離をしっかりタクティカルガード以外の方法で回避しなきゃいけません。イタカアッパーのスキンジャンに刺して EX エアスマまで締めるが点々で回避。ジャンシー空対空エアスマッシュが漏れてしまったところ、しっかり投げで追撃からのジャンディー C に。さあ一旦ゲージはつかない。コカオリジャンディが一発当たって野崎さんが第2ラウンド目取っていく。さあ1ラウンド目取られていった野崎さんが最終ラウンドで開幕3ゲージ持っているというすごい美味しい状況。なんかあれだね、野崎さん2ラウンド目取り返しても3ラウンド目開幕ゲージがいっぱいあるっていう状況が結構あるあるそこら辺あれだね、いい感じ。といったところでもうリードをかなり取られている D さん側がリードをしっかり取って、ジョセキさん側何か一発刺したい。刺してアローストームを決めたいところ。ここはダチンシー空中の相手にしっかり入れてバケンまで締める。決心で立ち回りを圧倒的に有利につけていって、さあボッタチのところ相手を誘っていたんでしょう。ジャンディーガードさせてから決心で攻撃して優勝はディッサンです。おめでとうございます。誕生日で誕生日に誕生日おめでとう誕生日おめでとう。さあ多分無差別最多優勝ディッサン、とりあえず優勝コメント。優勝コメント、いや誕生日にすごいいいプレゼント、自力ゲット自力ゲットありがとうございます。やめてやめて照れるから、マジ照れるから、マジマジ照れるから。ありがとうございます。今ね耳真っ赤なの分かるもん見た目でバカボンのパパと同年代バカボンのパパと同年代やめて、あと1歳であの老害税に入っちゃうのあかん、はよはよ、じゃあ好きな方好きな方好きな方あ、ええ、あ、え、みほちゃんはエンゼルパイか、エンゼルパイシンデレラガールズのごめん、開けますしかやってないんだ俺。日本のシングル CD どっち取るのかったらエンゼルパイを選ぶ。エンゼルパイを選ぶ。いや、これは開けますじゃない。全部だとか言ってもいいんじゃない。いや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 。じゃあ賞金のじゃあ大会の締めの方、オルルさん、オルルさんどうですか。大会の締め。大会の締め。あ、はい、じゃあ僕が締めていきましょう。はい、じゃあ CD の方はシリアルなしの、小日向美穂の。アイドルマスターシンデレラガールズの、シングルですね。小日向美穂ちゃんのシングルをは女性さんへということで、はい、シリアルはないですはい、じゃあ締めていきましょう。本日の大会1月26日土曜日、中野 TRF、カオスコード無差別大会、3位はピチカーとカイちゃん、2位は女性、そして優勝はディスさんとなります。改めておめでとうございます。はい、この大会は、第4、土曜日19時より行っております。参加費は100円となっておりますので、興味ある方はぜひ参加のほどよろしくお願いします。それでは本日の大会はこれにて終了。お疲れ様でした。はーい、うわ危ない、締めよう締めよう。